メイト吸血鬼の小坂どうしました。メイト吸血鬼の小坂です。メイト狼男のアジョです。マリトスのスズラスバルです。よー逃げたもー、二三人出身の女子お金を宿りかどうでーす。いやちょっとねーちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ビッグクレス今急に緊張してきたの。本当に本当に本当に絶賛の時ぐらい緊張してる。いい感じかな。ドーラー来てくれました。スバルも結構久々、半年以上ぶりか。というわけでいきましょう。第21回モンスターズメイト誰が持ってるか選手権、よーしゃー。目の前に12個のシュークリームがあります。やだ、うち4つからしが入ってます。やだ、いっぱい食べた人が持ってる人です。ということで、まあ、トラミさんは初挑戦、自分のところでやってるんですけど、初挑戦。スバルが食ってないんですよ前回。そうです、そうですね、それだけで呼ばれてますからね。そうなの。3番2番4番3番いきましょう。1番奥のやつをいきます。奥へ行きましょう、はい、よし、いただきます。いってらっしゃい。うん、アウト。太陽景気いいっすね。すごい。いやこれ今日痛いですよ。結構あなたが痛いっていうのを、いや珍しいですね。あ、後味やばいこれ。後味やばい。足りなかった。オッケー。はい。2番スバル。スバル。はい。じゃあ逆くんいきますね。あんちゃんの。はい。はい。行ってきます。いってらっしゃい。前回食ってないから。ふんふん。おお、セーブ。美味しいんだ。ね、9分の3で行ってもらわないといけないですね。あいつ引いたわ。あ。あ、そこはないな。多分。ドラミさん。本気を味わってってくれー。セーフ。え、怖い。一口で見ちゃダメ。思い切りす、いただきます。いやドラミもさ、いけいけ、結構本当にいつもお世話になってるもんね。出たいって言ってくれて、いつもお世話になってるもんね。ありがとうございます。いつもめちゃくちゃ本当に本当にずっと長い目してくれてさ、本当にありがとう。赤ちゃん言ってるから。あ、持ってんね。持ってますね。いやー、鈴奈さん、これは持ってる。何ですか、何ですか。すいません、あなたがまだ苦しいんですよ。あとペース早いっすよ。もう8分の2ですよ。やば。あの奥の皿もう1個しかないじゃないですか。うん、あれもうないんすよ今ね。お皿が3つあって4つずつ乗ってて、で、アンジョが最初に行ったお皿、そうまさかね、いいドラミもあったから。なるほどね、もう入ってない、4分の3はないだろ。入ってない。じゃあこれいきたいと思いますね。あった。あ、じゃあ俺だけセーフだったんだ、あの皿。うわぁ、え、これもう怪事じゃん。小山でやってること赤木しげるじゃん。やべ、俺戻っちゃったかも。あなた別にもともと引く人です。7分の1です。じゃあこっちの手前のやついきます。うわぁ、もっと強いわ。あー、やばい、全部入ってる、全部見えた、全部見えた。あー、全部入ってる、全部入ってる。やばい、全部入った時は、はい、あ、出た。これは、はい、余計なこと考えないように、うん、もう感じるままにシュークリームに向かうの方です。無心です。なんか考えてるの、これ。もうすでにこれもうやって、来た、靴脱げた、靴脱げた。待って、感じるままに絶対やった。行きます。行きます。行きます。もやる。行きます。行きます。あ、重い。いや、だから本当ありがとうね、いつも動画見てくれて。スタミナ困った時も相談乗ってくれてさ、本当の話入ってたよ、これ。さっきの、いや、そう、だってさ、もう入ってるのしか食ってるわけじゃん。そうね、そのはずなのに、2個目を重いって言ったんだもん、さらに。だし、止めてる時、本当この世の終わりみたいな顔してました。終了、終わりです。やば、また食べてない。また食べてる。あ、スバル食ってないから。はい、2回戦。しゃー。いやー、というわけで、2回戦よっしゃ、来いや。ハッピーバースデー。ドーラさん、誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。イエーイ。かわいい。今しのりケーキ囲まれてる。これから待ち受ける地獄を。ドーラのお祝いも終わったということで、はい、あとやってほしい。2回戦です。よっしゃー。1番は引くから俺絶対1番いきません。4番で1番で。おじゃあ3番で2番。はい、オッケー。どうしたの。行ってきます。もう食べる気満々だ。1番のジンクスはあるか。待って、初めて見る表情だ。え、スバルホラー
あの年末さ、トーマと一緒に踊ったじゃん。でほら、スバルも一緒にやりたいって言ってくれたからさ、今度はスバルもやろうね。何の曲にする？生かしてやるじゃん。かわいそうすぎる。これはやっぱ一番やばいんだね。やっぱ一番、今日一番だね。わさび、わさび、うん、食べた。知ってるよ。知ってるよ。感想は？まずかった。お前も人並みのことしか言ってねえぞ。お前鼻が痛い。かわいそう。かわいそう。俺行きまーす。行きまーす。一つの皿に三つ仕込むという技。これね、もう一回やってるんですよ、実は。ただ、スバルが引いた皿は一個しかない皿なんですよ。なんで？え、こん。あってねえか。早く言ってくださいよ。どっからどっから。はい、食べてくださいよ。これ、フェイクか。セーフ。あ、セーフか。取った時に下にちょっとついてるっていうフェイクをするんだけど、なるほどね。僕はあの味覚がこの方と違ってあのとても繊細なのでそのわずかなわさびでわさびが入ってるかもしれないと勘違いしたわけですね。なるほどね。私の繊細な舌が今ね、これは長年収録をしてる私としてじゃん。大変。じゃあ次どうぞ。聞いていただいて。終わらないんだよ。もうやだ。何がよ。何がよ。何がよ。もうやだ。何がよ。何がよ。そんなことある？吐いてもろて、吐いてもろてな。ドラミさん、すごいよ。すごい。ドラミさん、持ちすぎじゃないですか。いや。眉毛がこういう形です。八の字。え、もう九分の二なの？あ、行ってきます。ゴー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 。ゴー。おい。すごい。よし。八分の二ですね。四分の一です。あ、シュークリームうめえ。やりたいやりたい。じゃあ。行ってきます。お、しなやかだ。おー、セーフ。おました。大阪、俺ね、さっき俺が手つけた皿あるじゃん。はい。あそこね、一個もない気がするんだよね。私もそのように考えておりました。私も、私も出た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 。データによると、はい。しかし、あなたは重大なミスを犯しております。何ですと？あなたは先ほど、そう選んであげたらいいの。ゴーさん、そうそう、あ、これ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 、あ、それ、うん、じゃあそれ以外にするわ。オッケー。え、大きいじゃない、大きいじゃない。やっぱりこの女の声は信じなくて正解ですよ。あー、やったやったやった。おはようございます。先生、アウト。おめでとう。余計なことするんじゃねえやつ。もう残り1個だもん。あ、確かに全部食べてくれるから。なんだと。なんだと。スバルちゃんどれだと思う？さっきのやつ。スバルが選んでいいの？うん、いくよ。一番、うん、手前。手前、うん、これね、これね。うん、私を信じて。私を信じて。トライミー。おいしい。あー、よかった。やったやった。やばい。俺の方お願いします。次俺すんなれーなー。テケ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 テテテ。じゃあちょっと昭和っぽかった。とにかく端ってことね。そう、端の端。よし、じゃあ行きますよ。お、全部だ。マジか。すごいよ。スズナレーダーするか。じゃあ、当時のおにゃんこみたいな振り付けの。テンテンテン。オッケー。ちょっと変わったな、多分。迷わないんだよ、これ。うん。やっぱ。あ、セーブ、ほら。早い。でも、早いよ。せーの。テケ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 テンテン。一番こっち。一番こっち。うん。俺おめえなんか一緒だね。あ、出た。出たよ、出たよ。俺は自分の名刺いくぜ。ほら言ったじゃん。バカ。謝って。というわけで、高坂に鈴菜1、安城2、ドーラさんでドーラの優勝。イエーイ。圧勝。嬉しい。ドーラは初めてどうでしたか。いや、なんか嬉しい気持ちと、うん、そんな食べるっていう。自分は平気と思ってるやつほどやっぱ食ってくるから。いや、うん、食べましたね。なんかもう口に入れた瞬間にベロがわさびで埋まるの。そうなのよ。逃げ場がないよね。お前本当に人並みのことしかダメな。うっさいな。もう人の言われたもの食べてればよかったんです。うっさいな。というわけで、大阪選手権でした。バイ。 Thank you。